魂のハードワークで被災地に希望を、ベガルタ仙台。3年目を迎えた渡辺進監督のもと、第10節までわずか2勝と苦しんだが、ステージ終盤で連勝し一気に浮上。好調の要因は仙台らしさともいえるハードワーク。積極的なプレスがいい攻撃につながる好循環を生み、チームが連動。酷暑が予想される夏の戦いをこのスタイルで乗り切れれば、セカンドステージの台風の目になる可能性もある。そのためのキーマンはハモン・ロペス。鋭い飛び出しとスピードを生かし、彼が前線でチャンスに絡む回数が増えれば、おのずと結果はついてくる。震災から5年経った今も復興の旗頭として走り続けるベガルタ。その思いは実るか。